にしちゃそれっぽくできてんじゃん。純正の制御機構の大部分は取り除いてレイドユーバーのコックピットに交換したわ。グラートを乗せた時は強引に神経につないで動かしたけど、あなたにはそんな必要がないから。ブルードメア系じゃないんだな。これしか用意できなかったのよ。旧型は不満かしら。いや、これがいい。俺が触ってきたシミュレーターもこれと同じ型なんだ。だから最新だったらむしろ動かせなかったかも。セレンスベプチョマナガーナロゴ。私は私の仕事に専念できるわ。しっかりやりなさい。任せとけって。別じゃないもん。それにしてもフィオはすごいな。俺なんてまだまだへこんでんのに。至極当然よ。記憶や一部の生体部品こそ残っているけど、今の私は人じゃない。自称をねじ曲げ、復讐を果たし、半身を取り戻す。そのためだけに稼働するただのデバイス。ふん、そういうこと。ロイ・ベケット、あなたこそグラートから託された使命、軽くはないわ。あの人は俺をマンホール暮らしから引きずり出してくれたんだ。それが間違ってなかったってことをこの戦いで証明してみせる。必ずな。ゴー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 。中央管制よりクロスブリード発進スタンバイ。これよりカタパルトデッキへ移送する。クロスブリード了解。ハッチオープン。リニアカタパルト接続せよ。リニアカタパルト接続。進路クリア。射出準備完了。タイミングは譲渡する。はい、よー。システムオールグリーン。コントロールをパイロットへ。誘発。おう、ロイ・ベケット、クロスブリード出るぜ。Joder, no es eso, es el audio que está muy alto. Tengo que bajar la bocina. このままアキダリア海に南下、海岸から峡谷へ入ってクリセキ地を目指すわよ。要ソロ、基地に着いたら超高速ドライブをダッシュ。マイルーン本拠地である移動惑星にひとっ飛びだろ。後続の艦隊の梅雨払いも忘れないで。大丈夫大丈夫、俺を信じろって。不安だわ。おい、パリフォンもらめよぎ。おい、エレンテ。Ya. ¿No me dejas hacer eso? Te queda hoy. Toque de botas de pantalla mucho aquí en la sala. ¡Yo caí! ¡Te yuca! ¡Oh, choco! ¡Softo la hija! ¡Ah, un chono! ¡Ah, no! ¡Ore, tachi! ¡Pato nada, no! ¡Son ahorita en la historia que se le cotó! ¡Te chica un da! お前だよ。もう一回やる。おいしい。プレンデルいっぱい。データベースにもないでしょ。入るのは新型の。この野郎はバカみたい。
の無力化を確認。超高速ドライブ起動。すげえ。何でもできるんだな、ミオは。ルーキスはいわば現実を書き換える装置なの。火器としての利用は一側面でしかないわ。ご苦労。これでけえよ。その光に入れば目的地へ行けるわ。うん。ではこのまま加速進路に入る。諸君らも送るな。了解。気持ち悪いから真似しないでちょうだい。この子、俺のことが嫌いなのかな。正体不明の敵の攻撃を受けている。 なんという速さだ。アシェンフレイジが襲われてる。クソ、やらせるか。この反応、何をしているの？地球人よ。そんなの分かってるわ。私は人類の敵になったから、もう地球へは帰らない。君がフィオの双子の姉か。自我は残ってるんだな。何この不細工。言葉を選べよ。傷つくだろ。そんなのに頼っちゃって。フィオは相変わらず一人で何もできないわ。私は違う。私は一人で何でもできる。許してあげる。力ずくで止めるしかないのか。クソ、逃がすか。待ちなさい、今は艦隊の護衛が先。何言ってんだ。リオはエストを取り返しに来たんだろう。今捕まえればそれで終わりじゃないか。ちょっと前を見て。うわっ。何をしているの。早くドライブ起動に復帰しなさい。リオが邪魔するから。早く艦隊に追いつかないと取り返しがつかないことになる。ああ、もう分かってるよ。こんな時までよくそんな冷静でいられるよな。あなたみたいな単細胞と一緒に死ないで。データベース該当なし。パイルーンの新型。また新型かよ。
リオのデータベースって古いんじゃないのか。そう、姉さんと違って私は途中で脱走したから全ての情報を持っているわけではない。てっきり何でも知ってるのかと思ってたぜ。それなりに知ってるわよ。あなたの恥ずかしい悔しさ。なんでシスタモン、今はそれどころじゃないだろう。この新型には地球人の素材として使われている。おそらく火星で戦った機体。なんだって、ピオやエストと同じってことか。正確にはルーキス天気の過程で生まれた亜種。彼らの体はもう、そうだ、今だ、楽にしてやるからな。リサー、ああ、ごめんね、リサー。よかった、無事だった。遅い、これは人類存亡をかけた戦いなのだ。のんきに遅れてやってきて一体何をしていたのかね。リオがエストを助けたいって言ってる。ちょっと黙りなさい。ええ、理解しているわ、帝都君。ごめんなさい。君のことは信用している。隣の未熟者によく言い聞かせたまえ。了解。怒られたのってなんか久しぶりだ。何よ、他人事みたい。来たよ、グラートさん。なんだこいつら、地球軍じゃないか。帝都君、この信号、機関リタアクシスだと。それでは彼らはあの決戦艦隊だというのか。なんだって。でも、グラントさんは何をしているの。迎撃救済。くそ、うまく脱出してくれよ。ユニステキス艦から高エネルギー反応、主砲来る。ちゃんと見えてるぜ。キルキルにはならないかしら。そんな奴がいるなら見てみたいね。そう、
放置すると優遇に至った装置に広大クラブを黙らせていきましょう。運命は我が官に任せたまえ。
ストを連れ戻すんだ。全艦、これより移動惑星内部に突入する。ここからが正念場だ。ガッツだ、ガッツで行くぞ。え、魔法？何と見よう。ロイ、クワードロイ、ここまで来られたのは行幸という方法だ。お前たちの働きに感謝する。礼には早いぜ、提督。あんたたちには中枢を破壊するって大仕事が残ってるんだからな。これが奴らの本来の戦術、カイルーの真の姿。でも、なんとか戦えるぜ。さすがはクロスブリードだな。さっきは取り乱してごめんなさい。いや、実はちょっとだけ嬉しかったんだ。ビオは心まで機械になってるわけじゃない。大事な家族のために頑張る普通の女の子だ。心配だわ、あなたにそんなことは言われない。これからはもっとロイ兄さんに頼っていいんだぜ。バカ。しまった。大丈夫、中枢を無力化すれば開けられるわ。このまま進みましょう。パパとキヨを逃がしてからも私には守るべきものがある。この封鎖が悪い。同じ地球人に見捨てられた大勢の命、私たち自身の本当の体、数え切れないくらい抗った。でも未完成だったこの機体ではどうすることもできなかった。一つしくじるだけでいくらもの命が消えていった。私は絶対に負けられない戦いを何度も何度も負け続けた。そして最後のそれを失うことで気がついた。あなたの状況を知って一体化した私の力は、大軍のシンギラリティをとっくに超えていること。そういう力は内戦で強く。オーバーディー。